クーノフォンベスタープ伯爵、クーノフリードリヒビクトルグラーフフォンベスタープは、ドイツの政治家、貴族、ドイツ保守党、ドイツ国家人民党、保守人民党に所属した、ウェスタープのほかベスタルプとも表記される、クーノフォンベスタープ伯爵、1928年7月プロイセン王国の貴族で上級森林館のビクトールフォンベスタープ伯爵の息子として、 ポーンのルドムに生まれる。陸軍少将、アドルフ・フォン・ウェスタープ伯爵は兄にあたる。ポツダムのギムナジウムを卒業した後、チュービンゲン大学、ブレスラウ大学、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で学び、1885年に国家試験に合格。1886年に一年志願兵として、ブレスラウで勤務。その後第一この F 評連隊の予備役となり、 20世紀初頭には、ラントベーに移っている。1887年から、バート・フライエン・バルデのラント・クライス公務員として勤務。1891年に、第二国家試験に合格した後、ゴスティンの判事補となる。1902年から、プロイセン内務省に勤務し、1904年から1908年まで、ベルリン市政ネベルクや、ベルリン・ビルマースドルフの警察長官を務めた。 政治的には1890年代からユンカーが構成する保守的政治団体農業者同盟に参加しており、1908年12月に帝国議会議員に当選した。ドイツ保守党に所属し、1913年11月から1918年にかけて同党議員団の代表を務めた。第一次世界大戦中には主戦派として行動し、1917年に 社民党と中央党と進歩人民党の賛成で、帝国議会において決議された平和決議に強く反対し、無制限潜水艦作戦に賛成し、また、帝国最小、テオバルト・フォン、敗戦後の1918年に、ドイツ保守党は自由保守党主流派や、国民自由党右派などと合流してドイツ、国家人民党に改組され、ベスタアップも同党に所属することとなった。 1919年から十字章新聞の編集者となり、1925年には株主となった。1920年6月の総選挙でバイマル共和政下の国会議員に当選した。1926年に国家人民党党首に就任した。1927年1月には国家人民党、中央党、人民党、バイエルン人民党に支えられた第四次。 マルクス内閣を発足させた。この際に、中央党基礎の政権綱領を受け入れて、ロカルノ条約とバイマル憲法の法的正当性を認めたが、これは国家人民党にとって大義を失うことであり、党内から批判が紛失。ベスタープラ執行部への突き上げは激しくなった。一方、ベスタープは大統領ヒンデンブルクとの関係を良好にしていった。 国家人民党は1928年5月の総選挙に惨敗した。これにより党内反政府派の代表格、アルフレート・フーゲンベルクが対頭するようになり、1928年秋にベスタープは辞職に追い込まれた。代わって、フーゲンベルクが国家人民党党首となり、同党は保守野党の立場へ回帰していったが、ベスタープは引き続き親政府派として行動した。 また、ベスタープがドイツ皇室に深く浸水しており、皇室の復興を常に願っていたのに対し、フーゲンベルクは国民主義的右派と呼ばれる反君主正論者で皇室復活の意思を持たなかった。1929年9月にフーゲンベルクが発表したドイツ民族奴隷化反対法案はヒンデンブルクをも国事犯として求断するものであり、ベスタープはそれに強く反発した。 党内の反政府派と親政府派の亀裂は大きくなり、1930年7月1日にブリューニング内閣が出させた大統領緊急令の国会での破棄の投票の際、ベスタープラ親政府派はフーゲンベルクの方針に反して反対票を投じている。これにより国家人民党の決裂は公然となり、ベスタープラは国会解散後に保守人民党を結成して、 離党することになった。しかし9月の選挙で保守人民党はわずか4議席しか取れず放末政党となった。彼らは大統領不強化のために働いたのに選挙戦中、ヒンデンブルクが彼らのために指一本動かそうとしなかったことが大きかった。国家社会主義ドイツ労働者党政権下では国家文学院のメンバーをしていた。1944年7月20日のヒトラー。 暗殺未遂事件の際には、家宅捜索を受けたが、逮捕や処刑はされなかった。第二次世界大戦の敗戦後の1945年6月に、ソ連軍により逮捕され、翌月に、ベルリンで死去。ありがとうございます。